こんにちは、ケンイチです。山本です。今回なんですけども、はい、またまたねぐらキャンプ場さんで、はい、ゲストをお呼びしてキャンプをしていきたいと思います。はい、じゃあ早速お呼びしていただいてもよろしいでしょうか。あ、僕行っちゃっていいですか。はい、日だまりアロアルファのトミさんです。違いますよ。んなんか難しい、あのトミーですトミーは合ってたんですけど、はい、あの上の部分が違ったんで、うん、違いますよ。はい、乳首さんなんです。乳首ドリルしないでください。すいません、初対面で乳首ドリルしないでください。緊張しちゃって。いや、おかしいですよ。緊張しちゃってしたんですね、はい、それを。いや、もうウームの大先輩。いや、水溜り温度のトミさん、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。トミーです。すいません、よろしくお願いします。今日はお酒も飲める感じ。はい、飲みます。いや、僕ちょっと今日あの花粉症の癖もね、飲まないんですけど。え、期待外れです。それは僕だって一回同じ料理食べて同じお酒飲むっていう動画を一人で撮って、うんうん、あの潰れましたからね。あー、ハイボール。ワイロです。ワイロ。ワイロこういうのに入ってますって。これ僕らのユニフォームがある。はい、あ、そうなんです。すいません。ちょっとあと寒いんで、はい、また後日でも大丈夫なんで。はい、はい、あ、T シャツ的なことですか。そうですね、タンクトップです。タンクトップ。はい、同じ柄のこれの。あ、のタンクトップなんですね。はい、今切ってきたんで。切らなくて欲しかったです。じゃあ、はい、使い勝手悪くなっちゃうんで。袖別で送るんです。袖別とかないんですよ。田舎のおばあちゃんのなんか草刈りの時にはめるやつじゃないんで。袖もつけた状態が良かったですけどね。すいません。え、開けていいですか。はい、どうぞどうぞ。めっちゃいいです。いいですか。これちょっと来ます。後で来て。はい、どこでいいですか。寒いんでね。はい。ありがとうございます。じゃあ、早速、はい、設定していきましょう。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今のところ全部ちょっとカットになっちゃうかもしれない。では、はい、タープという日よけを立てていこうかなと思います。はい、じゃああとやってるだけ。僕ら飲んでるんで。ああ、そうなんですね。お疲れ様でした。ちゃんと年功序列なんですね。全然いいんですけど。はい、でここからペグダウンといって、はい、このペグを打っていくんですけど、はい、向こうにこう力がいくんで、斜めにして、はい、こうゴンゴンゴンとしていく。お願いします。あ、どうぞ。上手ね。なんか手慣れてますね。手慣れてます。やったことはないですけどね。え、こんな感じじゃないですか。ガンガンいっちゃって。あ、もっといっちゃってないですね。うん、はい、オッケー。せーの、よいしょ。うわ、すごっ。オーケー。これ合ってます。これでオーケー。すごっ。いいですね。めっちゃいいですね。めちゃくちゃ反応がいいぞ。もうプロだ。なんか秘密基地で作ってるみたいな。じゃあもうあの、はい、設営もできてきたんで。すごいですね。いきますか。いきますか。いきますか。いっぱい持ってきてるんで。あ、そうなんですか。はい、ありがとうございます。すいません。やりましょう。やりましょう。いや、完成しましたね。いやー、すごい、最高ですね。ではでは、これから乾杯していくわけなんですけども、はい、これでいきましょう。アタッシュケース。ビールですね、まずは。あげます。はい、ビール飲めます。あ、飲めます飲めます。全然ビールですかって。これはビールですね。うん、とりあえずちょっと一回ケーキ漬けに。はいはいはい。とりあえずが頼むビールってこういうのに入れてますっけ。そうですね、やっぱあの仕事あるんであんま飲んだらあれかなと思って。あ、量をセーブするためのってことですか。そうです、そうです。そうなんですね、うん、なら全然いいんですけど、うん、なんかビール以外は。あ、やっぱり緑だ。やっぱりだ。今日はちょっと一発目は。あ、そうなんですね。僕らも大好きな、はい、コカレロコカボカで。わかりました、行ってみようかと思います。ですよね、はい、形がもうだから。ラベル見てください。え、そうなんですか。え、これガチなやつですか。え、作ったんですか。コカレロの会社が仲良くて、はい、ラベル作ってもらったんです。すごっ。そう、これをちょっと今日はみんなでたしなんでいこうと。飲みたいです、これは、はい、逆に。よしよしよし、飲んでいこう。いや、なんかもうめちゃくちゃふざけてる人たちなのにすごいんだよな。ちゃんとコカボムは何のことあります。まあ何回かありますね。すみません、作らしちゃって。あ、全然全然全然、もう大先輩ですから。いやいやいや、ひたすらそこに座っていただければ。そんなことないですけどね。で、今日はそういう会なんで。はい、おもてなしをガンガンしていこうかなと。まずレッドブル。酒好きっすもんね。まあそうですね、お酒飲みますね。うん、毎晩。毎晩、まあ飲めたら毎晩飲みたい人ではありますね、うん、ただまあ、はいはいはい、飲めない日もありますけど、うんうん。これじゃあちょっと、はい、トミさんに入れてもらいましょうか。そうだね。注げばいいですか。注げば。はい。
混ざらないように 壁に当てるような感じで。あ、そうですよね、うん、なんか、うん、結構壁に当てるような。あ、大丈夫、混ざってません？めっちゃ大丈夫ですか？上手上手。ごめんなさい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 。オッケーです、オッケーです。あら、混ざってますね。いや全然、うん、大丈夫大丈夫。うん、オッケー、ありがとうございます。じゃあじゃあじゃあ、はい、ありがとうございます。おいしそうおいしそうおいしそう。じゃあ私から行かせてもらっていいですか？はい、トミさん、はい、ようこそ伊勢。今日は楽しんでいきましょう。キャバイキャバイキャバイ、よろしくお願いします。こっちホームなんですか？帰ってきたって言いましたね。こっちホームなんですか？帰ってきた。確かに、でもそうですね、めちゃくちゃいいですね今。いや、うん、気持ちいいっすね。いいですね今。あ、でもちょっとあの渡したいものがある。あ、今渡していただいてばっかり、はい、すいません。この後も飲んでいくんですけど、はい、ドリンクを代で、ドリンクを代で。どっちで行くんですか今日は？今日はどっちで行きます？ドリンク&ダイです。やはり飲みながら。僕らがいつも使ってる。すいません、ありがとうございます、はい、いいんですか？どうぞどうぞ。ありがとうございます。開けてみてください。これを飲んで、はい、これで飲んでね、うんうん、今日は楽しんでいければと。いただきました。すごっ、動画で見てたやつだ。はい、ありがとうございます。これじゃあもう一回これ飲みますか。これせっかくあるのに。これを使わずに。あんまり、あまりないですけどね、そういったことは。いや、僕らこれで飲むんで。あ、僕だけこれですか。レッドブルとボカレロ入れて。別に僕、なんかその巨乳の酔わせたい女の子じゃないですよね。そんな飲ませ方します？そんなことしてたんですか？いや、してないです。してないです、ね、僕らコンプライアンス研修受けてるから。そうだね。いや、いや、ね、そうなんですね。一番受けてなさそうですね、今のところ。炎上とは無縁ですもんね。そうですね、うん、その話されるとグーの音も出ない。グーの音だって出ないです。僕らウーロン茶です。あの、楽しいけど、はい、ビールも飲めます？あ、飲めます。僕じゃせっかくなんでビール飲んで、はい、そうですよね、チェイサー、うん、そうだね、チェイサービールね。今日は、はい、はい、このビールで行きましょうか。はい、先生から。じゃあ、はい、いいですか？どうぞどうぞ。早速なんで。あ、そうか。あ、どうぞ。あ、ごめんなさい。大先輩ですからね。いや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 。今年はいくつなんですか？29ですよ。ガキじゃん。だから言ったじゃん。言ってたのにずっと。急に急にそこでマウント。あと、もうガキではないです。29なんで。自分たちも。あ、僕。あ、いいですいいです。そんな。これもあの、僕らの地元で作ってる、沼津っていう場所で作ってる、はい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 、リパブリューさんっていうビール会社さんとコラボして作ってるビールですね。クラフトビール。これヘイジー IPA っていうスタイルで、うん、はい、もうジューシーな感じで、濁りですね、ヘイジーっていう、うん、あ、本当だ、ちょっと濁って、濁ってる、はい、じゃあ今度僕から行かせていただいてもよろしいでしょうか、はい、YouTube 始めるよりはるか前だよね、はい、もう4年、5年ぐらいやってるんですけど、はい、もう本当初期の頃から見させていただいてて、はい、まさかこんな日が来るなんて思っても見なかったです。本日はありがとうございます。よろしくお願いします。キャンパイ。キャンパイ。あ、美味しいですね。美味しいですか？お、好きです。うん、この 7.5% ぐらいあるんで、うん、え、だいぶ飲みやすくないですか？だいぶ飲みやすいです。ビール苦手な人でも飲めそうですよね、これ。うん、美味しい。しかも 7.5% あるんですか？ 7.5%。 ちょっと危ないですね、この感じで飲めちゃうの。そう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 。料理作って食べて飲んでいきますか。そうですね、やりましょう。じゃあガンガンいきましょう。はい、行きましょう。うわー、最高ですね。嫌いなものあります？いや、僕本当に何もないです。何でもいけます。女もいけます？女もいけますとかは、え、嫌いなものって今食べ物にくくってはなかったんですね。まあ、あの、女もいけます。もったいぶってましたか。アボカドを切って、はい、簡単な前菜からいきましょう。前、あの、動画でもちくわユッケ作っていただいて、はい、いや、もう僕何品か作って記憶ないんですけどね。そうですよね。なんかハイボール飲んで、ハイボールの、あれハイボールじゃないです、あとあれハイパーボールというハイパーボールです、あれは。結構料理しますよね。そうですね、最近ショートとかでも料理を結構やってるので。うん、もともと好きなんですか？
いや、もともと自分で料理することはあんまなかったんですけど、うんうん、自炊ハマって作るようになりましたね。僕やっぱ初めてなんですよ、潰れたのが。ちゃんと潰れたのが、あのハイボールで、はい、あーはいはい、この前の回で、この間その牛釣りさんの2の動画に登場した料理とお酒を飲むみたいなのやってて、あの82のハイボール、うーん、いや僕あんま潰れないんで、うん、いやこれ大丈夫、だいぶきっくるけど、まあまあまあでもな、俺より強い人とかあんま合わないからなと思って飲んでたんですけど、うん、気づいたら床でした地球が横になってました全て、最後あの豚バラの団子食って、はい、なんかもうなんかわけわかんないよみたいな、はい、で僕あのそれこそマネージャーさんに確認しました、うん、やってますよねってウーロン茶ですよね、おかしいですよ、うん、そんなことはないんですからって言ったらガチですガチかー、じゃあ怖いわと思って、2人でいるはずなのになんか30人ぐらい大宴会してる気になって、あなんか、うん、いろんな人に話しかけてるんだけど誰もいないっていう、そうですね、30人の大宴会やめてもらっていいですかすいません、はい、それよりレベル1人上のやつがやった日が なぜかあったのでダメなんですけどね、ダメですね、はい、すいません、間違えました、あれも厳格だったらよかったんですけどねだいぶ現実でした、うん、え今何作ってるんですか、これは今アボカドを切ってます、ああ分かってます、うん、その途中式ではなくてその先にある答えとしてはどういうことなんですかね、これの後にもうすぐ分かるね、はい、ちょっと、ああすいません、いいですか、はい、でここにご飯ですよ、はい、はい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 、アボカドに、アボカドにご飯ですよ、両方とも好きですか、両方とも好きですね、ただこのコラボは見たことないですね、ないしょ、はい、これもヒカキンと伊豆の主釣りぐらいのレベルですよ、はい、いや伊豆の主釣りそんなポジションなんですかいやあのちょうど良くなるなるほど、合わさった時確かにヒカキンさんいつか来てほしいですね、はい、あぜひぜひ、いやもう子供が喜んじゃうな、いや言える中じゃないです、はい、これがあのこれやばいですね、アボカドの、はい、のりつくだにのせです、あ、そうなんですね、ありがとうございます、ぜひ食べてください、ちょっと想像できないですね、一旦今でしょでしょ、いいですか、いただいて、すいません、いただきます、ください、こちらいただきます、はい、うん、え、おいしいですね、おいしいですね、おいしいんですよ、簡単でこれ、やばいですね、ビル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 、あ、ごめんなさい、全然あ、すいません、すいません、これめっちゃおいしいですわ、簡単だし、すいません、じゃあ3枚一気に出していただきます、はい、あらららら、お酒やってください、いいですか、うん、大丈夫です、いただきます、うわ最高です、何飲みたいですか、いや、じゃあビールで、よいしょー業者業者、今日はやりましょう、はい、いやダメですこれを一般人に渡しちゃダメです、これ食って、うん、コカボも飲むかビール飲むかどっちですか、ビールでビールで今セッティングします、タタラタタ、はい、氷入れてもらって手で、ね、うん、ないです、変なもん触ってないですもんね、変なもん触ってないです、今朝触ってないですか、今朝触ってないです早すぎて早すぎて触ってないです、何が早い、いやなんかプライド的にそれ早いって言いたくないの全部入れちゃっていいんですか、これってどのくらいですか、じゃあ半分ぐらい、うん、あ、ラストありがとうございます、すごっ、じゃあ本格的っすね、マジで飲んでいきましょう、飲んでいきましょう、怖いよめちゃくちゃ楽しいけど今ここまで行って僕に倒したら青学ですね、そうっす、じゃあどうぞ、いいですか、はい、はいはいはい、こう来てそろそろですかね、あ、まだですか、早い、すごめんって早い、富永早い、満を持して抱いたギャルかダメです、ダメですからね、えもう YouTube 界の NHK ですからね早いですから、
早いとかじゃないんですよ。上手上手上手。まあもうじゃあもうみんなで食べて一回乾杯しましょう。乾杯しましょう。乾杯しますか。まだ俺全然ある。ね俺も。ええ全然。すいませんじゃあめちゃくちゃ早い。僕ばっかりいただいちゃってますが。ちょっといいですか。温度もらっていいですか。ちょっと。まあちょっと僕も少しなんかこうキャンプじゃないですけどアウトドア軽く興味が持ち始めたタイミングでUUUMに所属されて僕もめちゃくちゃそのなんていうんですかねこういう先輩欲しかったなっていうずっと思ってたんですなんで今日がっつり飲めて僕はすごい幸せですすいませんじゃあよろしくお願いしますよろしくお願いしますキャンパイキャンパイ開けていきましょう、すごい吸引力が周回遅れされるぞ、ね、周回とかないですよね周回とかないですよね自分のね自分のペースでいきましょう大将いっぱいいただきますあすいませんもう居酒屋トミーだねこれ居酒屋トミーだけはダメなんです居酒屋トミーだけはダメなんですっていろいろ禁句ワードがすいませんこの感じで NG ワードあーなんか泡があんまりすいませんあ、全然合わないです。ごめんなさい。全然大丈夫。子供ビールみたいになっちゃいました。子供が飲むやつみたいな。キャンパイ。キャンパイ。じゃあ。危ないペースですって。あ、先生。あ、そう。先生お願いします。おいおい。うまくなって。怖いんだけど。うまくなりたいな、次の。で、奥ってあの奥っすよ。レバーを奥に。あ、こう。え、そうそう。それ7割ぐらい入れたら。なるほど。オッケー、そう。なんか理解しました。理解した。こういうことですね。あ、上手。あ、ごめんなさい。あー最高最高めっちゃあもう7対3逆7対3にしてるやばいこれはやばいちょっと待ってよ止まらないんだもんすいません僕もなくなっちゃったんでこれやばいトミーさんごめんなさいやっぱ噂通りだ ねいや噂とかしないでください危ないんでやはり2チャンネルで見たのと2チャンネルで見ないでください2チャンネルで何を見たんですか2チャンネル見たことないですけどああ、いやこれ上手になんないなちゃんとやりたいな、うんうん、まだ冷えてないのかもしれないですかあそういうなんか泡のコントロールのあれあるんですうん、まあ、とりあえず危ないからあとこの柚子胡椒つけるとまたうまいんであこれですか、はい、柚子胡椒もいいですね一緒に合う柚子胡椒合いそう合うまいわあ、うめうわー、柚子胡椒いいですねうんあ、いいなもう居酒屋でしょ、これはもううん、いや、これはいいですね居酒屋の主釣りにようこそあありがとうございますキャンパーイキャンパーイ早いですね、あ、ごめんなさいではでは、はい、火起こししていきましょうかそうしましょう今日、このグリルを使うんですけど、はい、ここの上でやっちゃおうかなあ、おぉここにこれがあるんですけど、はい、これ何でしょう。やばい。やばい。やばい。これがあの簡単に、はい、あの火起こし炭が炊ける、はいはい、チャコールスターターって、はいはいはい、ここに以前使ったこれも使えるんで、はいはいはい、これを乗っけて下から火つけると煙突効果でもう勝手に。火起こし、炭起こしか、そうなんですよ、ね、このエスビットの着火剤をムキムキして、はい、ムキムキしてムキムキ得意でしょ筋肉のですよねうん、はい、ムキしたじゃあこれにちょっと、はい、マッチで火をつけてこれ僕らが作ってるマッチなんですけどあかっこよっこんな感じで僕が、はい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 、マッチ作ってていいですね選んでください今あの視聴者さんみんなどれか当てようとしてるんで、うん、あ当てようとしてますトミさんが選ぶやつを僕のファンは多分今当てれてますねこれですねお侍はい僕あのあれなんですよ歴史好きでおおこれかっこいいっすねデザインありがとうございますこれヒロットンさんって僕らの地元の先輩である方が、はい、イラストレーターさんで結構有名な方が描いてもらって、うんうん、じゃあこちらで火をつけてください、はい、ちょっと僕マッチで火つけたの僕小学生以来かもしれないですね OK おおすいませんすいませんちょっと古いからねこれ引きづらいのかもしれないこっちでいってますね、うん
ライターですね。ライターですか。じゃあ僕一回やってみます。すいません、これライターですね。正直に言います、はい、新品の着火剤忘れました。で時間経ってたからってことですね。そうそうそう、ちょっとこれつかないかもしれない。マッチでつけて。マッチでつけますか。ライターでつけて。ライターでつけますか。ガンガンもうやっていきましょう。戻しますか。はい、もうこれであとほっとけば、はい、いいですね、すごっ。煙突効果と呼ばれる仕組みで、はい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 、とりあえず乾杯しますか。そうしますか、うん、もうなんか酔い冷めちゃいましたもんね。だいぶちょっと経ちました、うん、2時間ぐらいやったからね。そんなに空いてないですけど、はい、飲むか。飲みますか。あ、じゃあ30分ぐらい経ったんですかね、うん、はい、どうでしょうか。いいね、いいですね。これはいいです。これを見てたいもん。でずっと見ててもらって。いやすげえ、言葉の例えでしょ。今日は、はい、今日は何ですか。この炭を使って、はい、丸取り焼いていきます。最高じゃないですか。イエーイ。これケンチが昨日から味付け仕込んでくれて、はいはいはい、漬け込んであるんですね。漬け込んで、これを焼いていきましょう。最高です。え、最高ですね。ビール10リットルなくなっちゃうんじゃない。そうだね、もうトミーさんもう3リットル飲んでるから ねそんなには飲んでないですし。10もいったら明日親指の付け根に痛みです。痛みが、ね、早いな。伝達がこれはちょっと、もう仕込んであるんで、はい、ちょっと一発ワン工程入れて、はい、焼いていきましょう。すごいですね。よっしゃー、いくぜー、はい、これを、はい、これ何か分かります。これなんか置くものですか。何か置く。チンチンにはめてみて。チンチンにこれはめたらおかしいでしょ。普通に。いや、これはめる動向じゃなくて、チンチンとはめがダメです。あ、ダメですか。二重に単語で。あ、ダメですか。掛け算としてアウトです。それにこれをはめてください。うん、はい。ここに。はい。これビアカンチキンと呼ばれる食べ物ですね。うん、はいはいはい、はい、先ほどもう綺麗に手洗ってきたんで。はい。ちょっと先生だから僕の手で。はい。お願いします。取り持たせてもらいます。めちゃくちゃニンニクすり込んできたから昨日。うわすごい。あー、ニンニク香りますね。はい、染みてますね。染みてますね。うわこれでいくんすね。まあ、これに関して言うとちょっとエッチですね。間違いない。はい、直接的な表現でエッチですね。エッチですね。これちょっと手をこっちにやっとこうか。あ、そうなんですね。焼きやすいように。あ、焼きやすいようになんだ。鶏皮で。よいしょ。縫うようにね。あ、めっちゃいいです。はいはいはい。よいしょ。なるほど。いけるかな。これ止まりましたね、一応。オッケーオッケー、いいんじゃない。じゃあこれで入れていきましょう、炭を、はい、何すればいいですか、今から。こいつをここの中にぶっ込んじゃってください。え、こいつを、うん、こうですか。はい、こうで、ここに入れちゃう。はい、はい、ゆっくりで、ガサガサガサっと。オッケー、ナイスです。あら、ナイスですか。ナイスですよ。はい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 、はい、ここに行きます。行くんすね。ちょっと胸から。あ、どっちも大丈夫よ。回していくんで。はい、え、大丈夫ですか。 手袋、はい、手袋。玉袋言ってないです。手袋って言いました。玉袋とは僕は言わないと思っていてください。うわー、きたー、最高ですね。これで今ちょっと僕手汚いんですけど、蓋をして、はい、こいつをぐる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 オーブン焼きしていきます。 OK、 そうです。 OK、 めっちゃ楽しみですね。あとは待つだけです、まあ、ちょっと空気の、なるほど。じゃあこれを待ってる間はちょっとボムいきますか。飲むか、ましょうか、ね、えちょっとあれですもんね、冷めてきちゃってますもん。そうですね、危ないですよね、うん、これは。冷めてきちゃってるのも確かなんだけど、さっき炭炊くまでの30分普通にオフで飲んでたよね。そうなんですよ。そうなんですね、確かに確かに。普通に飲んでたからね。一旦ちょっと、はい、ボム入れて、うん、ケーキつけて、はい、行、はい、きましょうか。はい、あれ、湯を上げていきましょう。キョイ、乾杯。いや
ありがとうございます。いい、すいません、なんか。もうさっきオフで食べてたたくあんだ。確かに。確かに。アジの。うん。たたきとかですね。うん。上手。なんか、ボーイとかやった方がいいんじゃないですか。YouTuber やって僕、ボーイですから。え、職業何ですか？ユーチューバーだろ。水ボンだぞ。水ボム？いやいや、水ボムじゃないです。水ボムだこれは。いやでもいいですね。なんかこの自然の中はやっぱいいですね。うん、めっちゃ。じゃあ乾杯しましょう。おいっす。おどうぞどうぞ。なんとあの日だまりアロンアルファさん本当に。あ、一周回ってるな本当に。文字通り。はい。今日は本当。来てくれてありがとうございます。いいいい、もう先ほどからもうあのオフの時も楽しい話、はい、楽しいです聞かせを話し話を聞かせてもらって楽しいです。乾杯。乾杯。おお、最高。いいですね。気持ちいいね。気持ちいいですね。やっぱ定期的に入れたくなるね。これをそうアクセントとして、ね、じゃあ。あ、乾杯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 。はい、ああ、いいよいいよ最高だね。だ鳥焼けるまであの最高です本当に。あのお酒マンの称号をちょっとジョーと今日授与式です、ね。いや違います違います、うん、やめてください。お酒マンでした。いや違いますから潰れてますから。いや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 、これはもう就任襲名式だね。もうインド渡してもらって俺。いや逆でした。バレないとこで酔い回ってるかもしれない。そしてバレた。まだ飲んでないですかね俺ら。いやこれで飲んでない計算だとしたら、うん、僕今日終わりです。まだゼロ次回。あ、ゼロ次回なんですね、うん、よいしょ、いきます。オープン。おおー、やばっ。ちょっと回していただいて、じゃあ、ま、これってどうすればいいですか。背にして、はい、背にしておけばいいですね、うんうん、まあ、それそのまま使っていいんで、この手袋。あ、いいですか、うん、背にしちゃって。え、どうすればいいですか、これを。ここら辺持ちます、ここ。ここを持って、うん、回転させる。回転させれば、よいしょ、よいしょ、こうっすね。あ、うわ、最高です。思ってた何倍も最高です。今思ってた何倍も最高です。いいね、これはいいですね。うん、じゃあ蓋して蓋して。早く早く。あ、ごめんなさい。飲もう。これ飲まないと。これボムとビールどっちがいい。ボムもう一回いきます。いか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 。あ、もう下手くそ。あ、もう下手くそ。あ、もう下手くそ。いいですね、飲めば一緒ですから。いつもキャバクラで作ってもらってるじゃねえかよ。いや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 、コンプライアンス検視こっち受けてんだよ。キャバクラはコンプライアンスアウトじゃないでしょ。確かに。お父さんとお母さん見てるんだよ。確かに。妻のね。あ、妻のお父さんとお母さんが見てるんですね。はい、どうぞ。あ、すいません。おいっす。ありがとうございます。今、トミーさんが未知なる領域に突入しようとしてるんですけども、はい、それはお酒ではなく、はい、食。食。外で食べるって、はい、やっぱり家の中とかお店で食べるのとまた違った味があると思うんですけど、はい、それを今日は楽しんでいただきたいと思います。はい、キャバイ、キャバイ。あ、小さ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 しないと。一番のね、あの戦力なんだよ、うん、戦力だね、うん、だってまだ皆さんお気づきかもしれないんですけども、うん、1品しか出てきてないですね。確かに。あ、ごめんなさい。うわ、もうどんどんうまくなってるね。キャバイ、キャバイ。チェイサーで、チェイサーで、そうですね。何回もトイレ行ってるもんね。いやね、過去一トイレのスピード速いね、うん、いやビールやっぱトイレ行きたくなるっすね。なんかうん、あんまほんとビール飲まないですよ、一杯は。うん、ダメですよ、そんな飲んじゃ。そうですよね、うんうん、忘れたのかって話ですもんね、あれ。何言ってんすか。すいません、うん、もうそんなこと気にしなくていい。そうですよね、もうそこで立ち寄りしていいよ。ダメでしょ。ダメでしょ。
え、ごめんなさい、これもう多分どっかで出てるかもしれないですけど、その伊豆の虫釣り の、 その由来は何なんですか？昔あの海の虫釣りとか、うん、川の虫釣りっていうゲームがあったんですよ、はい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 、すごく釣りも好きなんで、はいはいはい、あ、そうなんですね、うん、そうそう、だからその釣りを絡めて YouTube をやって、あ、線釣りの方なんですね、うん、違いますよ絶対、いやそうなんですか軽蔑しますよいしょ、うわー、次あの両もも両肘をちょっと、両もも両肘、こういうことですね、45度90度90度ですね、90度、はい、いきます、せーの、あー、うわー、あいっす、最高じゃないですか、サウナーですね、かましに行こう、かましに行こう、早い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 、取っていいですか、レッドブルなくなっちゃったし、なっちゃったんで、ちょっとコカ・コーラでいただいていいですか、お願いします、お願いします、まあ、これもコカボムですもんね、確かに、うん、コカ・コーラ、コカ・コーラです、泡立てるのもうまいですね、そっちから行くんかい、そういうことです、あ、消えた、いや怖いなこれ、これがウームの洗礼か、違うでしょ、 今富永さんは、うん、あの酔い度は、酔い度はもうほんとベロベロですよでもこっから長いもん、うん、こっからもうまあまあ長くも全然いきますけどね、先輩、おー、そう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 、ほんで聞いてないやめてくださいよ、先輩とかも、富永さん、おっぱい、おっぱいはおかしいの、乾杯みたいな感じでそれでは、はい、コカ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 できたんで、そうですね、ちょっと富永さんお願いします、すいません、ちょっとね、酒の種類が変わってしまってるんですけども、まあ一旦レッドブルがなくなってしまったということで、コカコカ、うん、まあまあ泥以降かくくったら同じですよね、確かに、ちょっともう何言ってるかわからないですけども、今日こっから、あのこっからうまいねはめてくるね、はい、不甲斐ないです、日本語勉強し直します、すいません、今日お願いします、キャンパーイ、大丈夫ですか、最悪、最悪、おい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 、審査お願いします、そうっすね、これで追いつきですからね、さっき奥で飲みすぎて、はい、もうベロンベロンなんですけど、はい、でも全然飲んでないですもんね、うん、まだね、全然まだ飲んでないですよね、富永さんも飲んでないですか、いやいや、僕はもうすごい飲んだんですけど、うん、飲んでないです、飲んでるわ、ちょっと一回開けてみましょう、一回開けましょう、もう時間が経ったんで、それはそうですよね、あ、富永さん大丈夫ですか、で、いや、富永さんって言い方やめてください開けていいですか、どうぞどうぞ、おーいえちょっとこれは最高です、うわー、うまそう、これちょっと持ってって切ってみましょうか、あ、切りますか、めっちゃ美味しそう、うわー、うまそう、うわー、もう香りがやばい、トゥトゥトゥあー、クリスマス2回分です、チュ、いや、これ最高ですね、あ、ちょっと下持って待っていいですか、はい、熱いかもしれない、いい、全然大丈夫です、うぃー、よいしょ、よいしょ、これも抜きますね、あ、あ、あ、大丈夫、水溜りボンド、いや、おかしいでしょ、ここから上から来ています、お願いします、うわうわ、ありがたくいただきましょう、最高、いや、待って、香りがやばい、これいや作ってるっていうか、味付けさせていただいた時から匂いがエグかったんですよ、匂いというか、なんかもう匂いと言ってはいけないぐらいですよね、香りがちょっともう芳醇で、うん、すごいね、これはやばいっすね、これの一番美味しいとこちょっとトミ君に食べてもらおうか、ね、いいですか、富永さんに、したことないんですけど、結婚より幸せですおい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 、したことないんですけども、本当かよ、これやばいですうまくない、結構ね、グルメでさ、いろいろご飯食べてきてるじゃん、はい、で、こう美味しいものいろいろ見てると思うけど、はい、この外で食べるビアカンチキどうですか、1位です1位です、1位です、これは僕も言っていいですか、お願いしていいですか、ぜひ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 、いいんですか、これめっちゃ美味しいです、めっちゃうまくない、これは美味しいです、めっちゃだいぶ渾身の一作なんですよ、いただきます、イエス、いただきます、どうですか、
いやー、半分で、ね、僕だいぶ飲んでます。キャスパイ。どうっすか。過去一作ったね。過去一作りました。これはすでにキャンプって過去一なんだよね、うん、ずっと優勝しかないんだよね、うん、優勝ですね。これはちょっと優勝です。え、これ本当に美味しいです。いや本当に今日はありがとうございました。いや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 、めっちゃ美味しいです。あんま今日のゲストはあの富永さんでした。ありがとうございました。終わり。大丈夫かな、怖い。何個かトーク出します。大丈夫ですか。ここで終わりは怖いです。いや、まだただののんべえだと思われるんで。酔っ払いすぎてもやばい今日。これめっちゃうまいっすね。めちゃくちゃうまい。え、この食べよう、冷めるまで食べよう。ここ食っていいですか。おお。何、知らんすけどここのパリパリがうまそうで。人を、あ、一番いいです。やば、ぬしずりさんのファン好きです。ぬしずりさんを売ってくれた人が僕は好きです。僕はもうぬしずりさんファン食いたいとかじゃないです。何年 YouTube やってると思ってるんですか。でもこの空間がずっとあってほしいです僕は。あ、そんなイベントやってます。ぜひ来てください。秋ですよ。僕秋絶対顔出します。あ、秋来る。ちょっとあの言ったな。 大型の案件の場合はウームからお話入るんですけど、なかった場合は僕来ます。あ、全然全然。あ、最高っすね。言ったの。めっちゃうまいっすこれ。いやー、やっぱり飲んだね。飲まねー。トミさんどっか行っちゃったの。かれこれ1時間ぐらい見えないっすね。うん、まあ、あのお酒はね、用法用量守ってあの正しく付き合うのが大事ですね。そうですね、うんうん、今日はね、僕らちょっとまだ食前酒しか飲んでないです。まだゼロ次回だよね、うんうん、また楽しんでいきたいと思いますので、ぜひトミービデオさんと水溜りボンドさん、そしてウーム、うん、よろしくお願いします。キャンプ。おお。じゃあ1次会始めますか。やりましょう。僕らはね、なんかまだ食べ物いっぱいあるんで、うん、この後ゆっくり食べながら、うん、なんかライブ配信でもちょっとしますか。やります。まだ浅いし、うんうん、やりましょう。そんな感じで、はい、今日はご視聴ありがとうございました。